ファザー究極コレクティビューをご覧の皆さん、こんにちは、マックスマイです。こんにちは、マスケです。ガンホーコラボアシスト、友情ガチャ。あーねー、もうダラダラ聞いていきますよ。バリ優秀な武器がちょくちょくあるんで、どう出たら言いますか。お、出たら言って、出たら言って。出なかったら言わなくていい。はい。あー、それはどの星問題ですね。やった、いきなり新キャラ出た。じゃあまあこその、使い道はほぼないから。ほぼない。はい、なるほど。おお、ひろ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 。それは生命かな？生命のカードですね。はい、操作負荷耐性で、スキルがね、面白い。一旦の間、チーム内の操作負荷耐性の覚醒1個につき、100% 上昇。これやばい。攻撃力か。そうっす。だから、こいつ1個パンつけとくと、要はシンプルに2倍エンハンスになるんですよ。そうだね、もう自分が持ってる、ね。で、仮に2個あると3倍エンハンスになるんですよ。3つあると4倍なんです。操作負荷耐性ってそもそもでも1個でいいやんっていう設定ですけど、ね、たくさんつけない、ね、仮に複数図にした場合は結構やばい火力になる。仮にその操作負荷耐性って多分今積もうと思ったら最大何個だ。最大12じゃない。12だと1人に2個つければ、まあ、要はその小学生国で操作負荷耐性だけ持つやつを取ったとして12なんで、シンプルに13倍エンハンスになると。それエンハって今どれぐらいなの、まあ、あんまりさ、もうエンハのさ数字を意識しない生活してない普段。まあ普通にはしないですけど、まあ、例えばそうっすね、カラット、うん、往年の、まあ、ソロカラットだと3の、まあ、6ぐらい、まあ言って結構出して6、うん、6出たら、ああもう限界1ぐらい。限界1ぐらい。なんで5出れば強いです。もう十分ない。そこに張りようと思うとだいぶしんどいね。てかまあぶっちゃけいらんっすよね。えいぶっちゃけエンハンスいらんっすよ。ほらまた出た話の。その星5のあれかな。そうか、こう読めないやつ、バインド武器ですね、ただの。これもまあ既存の武器の中だとそんな大したことではない。まあ確かにね。そののバインド武器、ほらまた私の出た。それはデートとか作ってなかったんですか。それゼローグ武器っすね。あ、ゼローグ武器か。よかったっす。作ってねっす。ラッキー。星8武器。ダンダンですよ、ダンダン。それギガンテスの武器ですね。それ、うん、あんまりなんかな。いらん、じゃあいらん。ほぼ新キャラで出る。それも新キャラの武器ですね。デビナイとか。まあ、水の、まあ、そんないらんか。木の軽減。今、その欲しいのって闇軽減なんで。スッて飛ばしちゃったわ。あ、無理です、無理です。何体いるんだよ、新キャラ。新キャラは星5が1に各属性。先生出ました、また新キャラが。それはなんだ、火の、あー、それはうーん3ターン攻撃、それも新、これもお前ちょっと取っとくといいかなぐらいですね。レディナイトめっちゃ出るな。そうそう、星5がこれのコンボかなぐらいさ。マジやった、早い。デメテルかな、デメテルのカードはまあまあ、うん、まあまあ、いや、星7なんですよね、当たりに1個あるのは。そうなの。ああ、なに、もういっぱいじゃん。くぅ、いっぱいだよ。いらんの、もうギガティスいらんよ、別に。うん、まあ、いらんな。ニュンベイは、いや、まあ、1個取っとくといいかなぐらいです、本当に。ニュンベイ、これも別にいいな。これもニュンベイ、え、デメテル。デメテル、1個取っとく。全部1個だけ取っときます。レディーナイト1個取っとこう。はい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 、セーブ。これもいや引けるかな。1個完全に極限適正の武器が1個ありますよ。そんなんいいの。極限じゃねえわ。異形ですね。異形適正がいいの。異形適正の武器が1個あるんで、さあ来い。ダイヤなんだね。ダイヤです。星7ってことだね。星7ですね。出ない。えい。ちょっとごめんね、ボックスが小さすぎてあれなんだけど、毎回自動売却する。悲しい。ちょっとボックスが狭すぎるんだよな。いや、でも、売っちゃうんですか、さっきの会社の。なんで全部売っちゃうか。全部全部売っちゃうか。いや、あれっすよ、上の。上のか、まあ、売っちゃうか。やがちゃうほら、なんか。いや、そこします。死後のそれは、なんだっけ。それは混合位置か。まあまあまあ、一旦の間敵の防御力ゼロ、悪くないんじゃないですか。いっちゃうか。はい、
ゲルカドとかいらん。ティッシュ。そう、やつ。ティッシュ。ここら辺で。そうっす。ああ、昨夜がな、ちょっとずれてウリエルだったらな。いや、引けないかもしんないな、死なな。何パーぐらいなんだろう。いや、わかんない。わかんないな。ジュッ。せめて2回、2周回したいな。死に寄り添うものってやつ。死に寄り添うもの。死に寄り添うもの、バルキリー。死に寄り添うもの、バルキリーっていう武器が、めっちゃ優秀なんですよ。ジュッ。あ、来た、あれだね。違ったゲイボルグ。これはあれです、あの、クフリの武器です、ね。あれこの子懐かしい気が、ああ、こういう人もう似てるからわかんないよ。白竜カードとかもありますからね。まあ、ティポンカード。これなんだっけ？それはあ星5の闇の武器です。ボックスの拡張忘れたな。ボックスの拡張。さあ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 。いやー。来ない。来ない。なんかいらないやつ結構いるんじゃないですか、言うて。いやー、あー、まあそこを売らなくても別にいいです。ね、これ後で合成するわけね。ごめんね。お気に入りにして。これも別にいらん。あー、リントブルーも別にいい。これいらん。エキサーズやもん。ちょっと皆さん売却しますね。リントブルーほら、またいた。こういう時はニュースじゃなくてお気に入りにして、明らかに割り食ってるようなとこ。あんま割り食ってねえ。あんま割り食ってねえんだ、私。結構整理してくるから、小刻み。これは。ボックスが狭いって言うね。そうですね。これ、本当に拡張案件ですね。はい、ここもリント打っちゃっていいんですか。リント、さようなら。あ、これでいいと思います。これで多分2回引ける。よし。2回引けるのだけでもうストレスが。だいぶ軽減。いやー、多分引けてくれ。来い、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 来い。ここで。おー、たくさん、たくさんダイヤ出た、たくさんダイヤ。止まらねえ。あれ、ちょうどぴったり、ぴったじゃない。ちょうどぴったダメだった。ちょうどぴっただね。ちょっと待って、もう一個だけ。あれっす。待って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 、あれ待って。ファマ、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 こっちだね。あ、これ、こっちでいい。はい、オッケー。チリでいいわ。まあ、あと16回引ける大丈夫、あと16回だけど、あの、メールから引けるから、メールから。ああ。おお、たくさんダイヤ。ジャーン。お来ましたね。正解。これっす。ビーガー。これっす。死に寄り添うもの、バルキリーとか一旦の間で。すごいじゃん。毒メザ強いじゃん。一旦の間、サイレンシピの 30%。 めっちゃ強いじゃん。めっちゃ強いっす。めっちゃ強いじゃん。こいつだけちょっと破格なんです。これやばいじゃん。こいつだけやってるんですよ。ただ一個問題点ほうだとすれば、これがうぜい。どれ。自動回復がうぜい。あー、まあ、HP 系だね。アシストするんだったら、あの自動回復のエフェクトがうぜいから、あの覚醒戻すかもしんねえって。なるほどなるほど。戻していいかな。強いじゃん、一旦のとこなんて。やべえじゃん。やばいっす。だから結構優秀かなと。ねえ、そう思う思う思う。だからちょっと今回の当たりの武器のちゃんとお気に入りしますよね。来てる。言ったんですよね。怖いですね。あのゲスちょっと言ってないっすよね。一応こうこうこうじゃ。ああ、なしますね。オッケーオッケー。おい、よしよしよし。怖い怖い怖い。わー、びっくりした。大丈夫かなって一瞬思っちゃった。撃ったって。しかも今回こいつらのモンポ実は結構今意識してました。全くしてない。しなかったです。何があった今。結構高いんですよ。まあまあ高いです。まあまあっすね。まあまあのモンポ。まあまあ50ぐらいかな。だからボスぐらいは。いやでも毒だからね。目覚めすごいね。はい。豪華だな。これもう一回出ちゃうと次どれどのカードがそれだったか超わかりづらい。わかりづらいわかりづらい。うっかり売ってねえか説。いやでも売ってない、大丈夫。うっかり売ってない。まあまあ1本でいっちゃいいんですけど。うっかり売ってなくてもいいから今売ってたらどうする、さっき。まあ多分大丈夫。大丈夫です。大丈夫ね。これも関係ないもんね。はい。それはそうですね。星6の動きなんで。ええ本当戦。あ、本当だ。100回。うん、割とまとまった。本当。オッケーっす。いやー、引けてよかったっす。ラッキー。これはラッキーだね、ただのね。これは超当たりの武器ですね。まあ、取っとくといい武器だけ。言うと、まあ、上の、まあ、これはね、その、玉虎狩りというか、極連とかでも、まあまあ使える武器ですね。
で星7って言ったらもう、まあ、テュポンカードですね。あ、テュポンね、これはいいよ。まあもう言う、これは言わずもがな。で、あと新キャラの武器ですね。新しい武器、村さんにちょっと今回引けなかったんですけど、アプロディーテのカード、スキル1ターンで1回復ブロックの、優秀なのがここの回復ドロー教育を持ってくれてるっていうところですね。はい、まあ、なので、まあ、あんま使うことはないとは思うんですけど、1本取っとけばいいかなっていうような武器になります。で、まあ、生命のカード、これ新武器としてはあるんですけど、多分使い道はほぼない。うんので、まあ、1個取っといてどうぞ。あとその複数体とかいらないです。ブックスの肥やしになるだけなんで。で、まあ、これも1本ですけど、まあ、破格のあたりのカードです。で、他は、まあ、星5だけで言ったら、混合力士だったかな、何だったかな。これはまあ縦割りとしていい、これもいいじゃんね。うん、何だったっけ、あとレディネートとか大したことなかったよな。混合力士ぐらいですか。うん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 。まあとか言ってね、結局みんな1本まで多分ちゃんと確保しとくと思うので、特に問題はないと思うんですけど、ただまあやっぱ使い道だけで言ったらこのこれだけ。いや、これはいいね。現実的に運用するのはチポンカードと、この新キャラの星なのの武器の2本になるかなと思います。ただまあ無料ガチャの中ではかなり、優秀な部類に入る、めちゃくちゃ優秀な、うん、無料ガチャなので思い切って引いちゃうといいのかなと、はい、思います。最後にこれ引きます。メールダイヤ元残念、お疲れ様でした最後のご視聴ありがとうございました。高評価チャンネル登録よろしくお願いします。ガイアの我々のタルチャンネルもぜひ見てください。さよなら。よし。